確かこの辺だったよな。んな気もするし、ちげえ気もするし。どっちなんだ、はっきりしやがれ。おいおい、俺に当たんなよ。お前がジャパニーズ忍者を探すって言うから付き合ってやってんだぜ。何もこっちが探さなくても、ツナと一緒にいりゃまた向こうから襲ってくるんじゃねえか。10代目がいるとこじゃ話ができねえだろうが。あれか、いるのかジャパニーズ忍者。悪いが話があるんだ。手は出さねえから、いるならちょっと出てきてもらえねえか。見つけたぞ、ジャパニーズ忍者。さあ、ボクシングの練習だ。ああ、そういうな。今日は貴様に折り入って頼みがあるのだ。その話も重要だが、今日は別の頼みがあってきたのだ。頼みというのは、沢田に貴様の変身術を伝授してやってほしいのだ。さあ、男の約束を破るのか。またんか、ジャパニーズ忍者。待ってたぜ、ジャパニーズ忍者。今日は綱抜きでお前に話があるんだ。なあ、俺たちのクラスの劇に出ねえか。いや、そのおめえに10代目の演技顧問を頼めねえかと思ってな。何しろお前、見るからに忍者って感じだしな。お、なりきってるぜこいつ。よし、決めた。おめえには何が何でも10代目の演技顧問に就任してもらうぜ。逃げたぞ。やっぱすげえ仕掛けの使い手だな。手分けして探すぞ。てめえらとっとと動け。はい、なんとかお願いしなきゃね。なんだてめえ、どうなってんだ。おい、やってやるぜ。楽しませて。フルコースよ。なんだ。
また会ったね。何してるの？そうはいかないよ。うちの生徒がいじめられたからには風紀委員長として君を放っておけない。決まってるじゃないか。今ここで噛み殺してやる。フルコースよ。始めるぞ。楽しませて。はい。おりゃと思ったら、お前ずいぶんひでえことするんだな。たかが演技込む断るのにここまでするか。君たちの知り合いなんだ。それなら後始末は任せようか。知り合いってわけでもねえけどな。どうなってんのこれ。やべ、妻に見つかっちまった。師匠もご一緒でしたか。パオー。ひばりさんまで一体何があったの。見ての通り、奥寺がこの忍者っぽい男にやられちまったんだ。奥寺くん大丈夫。ひどいことを。本当に君がやったの。ああ、おめえこんなとこにいやがったのか。極寺くん。あちゃ、十代目まで。山本、ひょっとしてもうバレてる。なんだおめえら、俺の顔なんかついてるか。悪い、なんか俺話が見えなくなってきた。本当にお前なのか、タコヘッド。んだこら、どういう言い草だ芝生頭。落ち着いて極寺くん。ほらここにもいるんだよ。何がすか。極寺くんが。誰すかこいつ。極寺くんだよね。騙されないでください。10代目、俺は本物っす。信じてください。こうなったらあれをやるしかねえな。うん、悪く思わないでね極寺くん。まさか。やっぱりそうなんすね。こっちが本物で間違いねえな。その辺にしといてやれ。ひぶっ倒れてるのが偽物か。ま、白黒はっきりついてよかったじゃねえか。何言ってやがるてめえ。
とけ。今ここでおめえに勝ち目はねえぞ。まあ落ち着け、おめえら。リボンさん、いつの間に。さっきからずっと一緒だったじゃん。こいつはボンゴレファミリーに化けた資格を返り討ちにしたんだ。そうだな、ジャパニーズ忍者。そうなのか。それならそうと早く言えよ。すげえじゃん。やはりボクシング部に加入すべき逸材。それなりに噛み応えはありそうだね。そうと分かりゃ話が早いぜ。お前は10代目の演技顧問で決まりだ。何の話それ。ツナには内緒にしとこうと思ってたんだけど、こいつにツナのスタントを頼めねえかって極寺と相談してたんだ。きっと極寺君に騙されてると思うけど、だいたい見当がついたよ。いいな、忍者野郎。今日から一緒に練習に出てもらうぞ。その後はボクシング部のトレーニングに合流してもらおう。なんならついでにファミリーに入らねえか。また逃げやがった。何度見てもすげえ仕掛けだな。まさに目にも止まらぬ身のこなし。だから暗殺者だってのに。なんだお前。おっと、なんか嫌な雰囲気だな。最近そんな凝ったお面が流行ってんのか。それとも特殊メイクってやつか。よくできてんな。どっか具合でも悪いのか。ゆっくり休めよ。始めるぜ。やってやるぜ。どうだ。死ぬ気で暗殺。お前なかなか面白い遊びをしているな。
おいおい。エクセレント。行くぜ。はい。まずは一つ。フルコースよ。楽しませたね。死ぬ気で暗殺。おう、転校生。今日はニュー忍者ボムの実験はひとまず中止にする。その代わり、今から俺に付き合え。おう、ちょっと歩くか。ちょっと歩くぞ。ここは静かすぎる。もうちょっと歩くぞ。またおめえに協力してもらいたいことがあるんだけどよ。実験台じゃねえよ。てめえが忍者ボムの補欠スタッフをやれって話だ。わざわざ繰り返してんじゃねえよ。もむかおめえは。万が一俺が当日緊急で劇に出られなくなったら、誰が忍者ボムを爆発させんだよ。おめえだよ。何でもだ。姉貴が目の前に来た時がやべえ。とにかくやれ。わからずやが。一度しか言わねえからよく聞いとけよ。任せられるのはてめえしかいねえんだよ。 100% 信用はしてねえけど、ボムの扱いセンスあるぜ。俺はボムの使い手だ。一回見ただけでセンスぐらいわかる。特訓開始だ。1時間は実験台をやれ。それで10分だけボムを投げろ。もちろん俺には投げんじゃねえぞ。おめえは木を10代目に見立てて木に向かって投げればいいんだよ。センスあんだろ。ごちゃごちゃうるせえ。マジで爆破するぞ。言うこと聞くまで返さねえぜ。